いやー、せつのきゅうすけだよー。箱庭の歌パート28やっていきたいと思います。ロードこれかこれやっけちゃうな。これじゃ、このコナミちゃんがうーんってところで終わったんだ、前回のパート。音量のバランスとか大丈夫ですかね。大丈夫ってことね。そこ前回のあらすじ、球技大会が終わりましたが、球技大会じゃなかったな、前回のパート。球技大会終わった後の話があったな。なんか本拠地の2階を僕と伊月は探索しました。そしたら謎の絵を見つけました。僕たち2人にとっては何の絵か分からないけど、刹那圭介と視聴者さんにとってはめちゃくちゃ因果関係の強いような絵でした。問題はその後、帰りにコラミちゃんとマリンちゃんに出会いました。この子ともう一人出ておるんやけどね、なんかデートしてるような気がします。そう、女の子同士です。ユリの恋愛カップルのイチャイチャが見れそうな回です。みんなユリ好き、今回のパートは注目しといた方がいいぞ。僕たちの話を聞きながらコナミは悩んでいるような顔をしていた。森崎の行動が自分のことを思った上でのものだということはコナミを理解しているはずだ。あの今森崎っていう子が、森崎マリンちゃんの、そのマリンちゃんが今出てきとったコナミちゃんに対してめちゃくちゃ濃い、もう好きなんです。付き合ってほしいってレベルで好きなんですよね。でそのマリンちゃんが文化祭の一緒に屋台出さないみたいなことをコナミちゃんに誘ってるんです。コナミちゃんは若干乗り気じゃないような感じですけど、だからこそ無限にできない気持ちもあるのだろう。しばらく黙っていたコナミがうつむいたまま口を開いた。じゃあこういうのはどうじゃ。え、ピヨちゃんも一緒なら私も考えてみようかなっていう話じゃ。あ、お前ひよこちゃんとなんか友達関係築き始めとる。え、なんかあったん、お前あの球技大会の中で何か友情を育んだところあった。マジで。さすがに一人じゃ無理じゃからの、ぼっち仲間がいれば多少は平気かもしれん。ひよこちゃんのことぼっちだと思ってる。ぼっちりぼっちだと思われてるよ、ひよこちゃん。かわいそうにひよこちゃん。ほんと？目がめちゃくちゃ光ってるぜ。小銭を見つけたらきり丸でないか、君は。まあ、ピヨちゃんを説得できたらの話じゃよ。それやばいな。マリンちゃんがあの顔になりそうな気がするんやけど。させるわよ、必ず。参加するなんて言うかな。この島のどこにいようが見つけ出して、絶対にうんと言わせます。出たー、マリンちゃんの悪どい顔出たー。そう言いながら森崎は両手の拳をポキポキと鳴らした。暴力に走ったらあかんよ。女の子が暴力に走ったらあかんよ。一応言っておくけど、拳を使うのは説得って言わないからな。恐喝って言います。よくヤクザがやるやつですね。森崎と別れて、クラミと二人で本拠地を目指す。そういえば、夏雪は一緒じゃないの？そうでした。夏雪とクラミちゃんは別行動しとったような、家族ぐるみの。家族の都合でなんか来てなかったような、本拠地。兄上は朝ごはんを食べてから、すぐに家を飛び出して、それっきり行方不明じゃ。あれ？別で行動しとったんじゃ。てか、家族の都合とかあるとか言おったことない。何夏雪それすっぽかしとんなだ。兄貴の面目なしです。おそらく昨日一日遊べなかった分は取り戻しに行ったんじゃろうな。一体一人で何やってんだろう。まあもう本拠地に着いてる頃じゃろうって。あ、待てよ。これ一日経っとんか。そうか、じゃあ昨日やな。藤堂家で何かしよったんで昨日の話だったか。俺勘違いしとったな。ちょっと収録空いたけんな。昨日会議しよったのにみんな集まらんかったっていう理由で全然できんかったよな。会議進まんかったよな。それから数分後、僕とコナミは本拠地に到着した。
僕たち以外はもう全員揃っている。よっしゃ、ようやく文化祭について決めれるぞ。こうでなくっちゃ。当然小鳥の姿もあった。かわいいな、今日もかわいいな、抱きつきたいぜ。遅かったじゃない、何してたの。あ、ゆずきもちょっといつもと違う色の服着とんで、いいよ、なんか清潔感あって。来る途中でコラミが森崎に迫られてたかさ。あ、よくかもな今日は。僕はさっきの出来事をみんなに説明した。ふーん、まあそれもいいかもね。え、確かにクラスメイトにも友達がいた方がいいだろう。来年になったら今みたいにいつも俺たちと一緒というわけにはいかなくなるからな。高校は本島だしね。本島の方がいいかな。本島だしね。それはそうかもしれんが。いや、とりあえず俺たちはピヨピヨを見つければ OK ってことだな。おい、夏雪、久しぶりにその服見たぞ。お前前にも着とったな、それ。そのなんかフランドールみたいな、フランドールスカーレットみたいな、そんな服装、なんか東方キャラに出てきそうな服装、なんか東方キャラのコスプレでもしてんだろうかって。もう女の子の方に目覚めとうレベルのやつやな。そういうや否や、夏雪は立ち上がって外へ飛び出した。凌介も来い。僕の手を掴んで、わ、肌から見たらこれちょっと女の子が積極的に男を連れ回しちゃうような絵になってしまうぞ。え、ちょっと話し合おうよ。どうするのよ。やっていいぜ。もう何よそれ。伊豆木に文句を言われながら僕たちは本拠地を後にする。クソ夏雪、今日こそは文化祭のこと決めなあかんのに、何俺のことを追い出しとんや。そんなことがしたってな、ちったもドキドキなんかしないんだからね。凌介はツンデレみたいになってるけど。ちょっと夏雪、話し合いはいいの。大丈夫、話し合いだってそんなに話すことないだろ。いや、そんなことはないんじゃない。っていうか難しいこと話されても理解できないし、その辺は歩に任せときゃ俺オッケーだろ。まあ夏雪は下手に口挟まない方が話はスムーズに進みそうだけどさ。確かにこれは逆に良かった方かもしれない。残りの4人でちょっと綺麗に決めてもらわなあかんのかもしれない。ほらな、そういうことだよ。わかったか。お前バカにされてんだぞ。バカにされてんのに何そんな笑顔でいられるのか。一応バカにしてるんだからな。よし、とりあえず二手に分かれてピヨピヨを探そう。そんなに簡単に見つかるかな。だから二手に分かれるんだろ。じゃ、適当に探し回ったら本拠地に最終号な。そう言うと夏雪は勢いよく走り始めた。あっという間にその姿が見えなくなる。あんなスピードで走ったら見逃しちゃうだろう。もしかしたら夏雪はただ走り回りたいだけなのかもしれない。まああいつのことは放っておいて、僕は僕でひよこを探すことにしよう。とはいえひよこの居場所なんてちっとも見当がつかない。そこまで知っとる仲じゃないからな。ああそうだ、あのラジオがあればもしかしたら見つけられるかもしれないな。でもラジオは本拠地に戻してしまったので手元にない。わあ、これ今回とかあんま箱根物の歌知らん人に言わせてみたら、ラジオって何の話ってなるけどね。説明しないぞ。どうしても気になる人はね、俺の YouTube でアップしている箱根物の歌過去のやつパート1からもう前回のパート27まで全部アップしとんで、そっち見てください。ラジオの説明はしないからね。戻るか。面倒だが闇雲に探し回るよりは得策だろう。というわけで僕は本拠地に戻ることにした。来た道を戻り、一人本拠地を目指す。しばらく歩いていると道の向こうから、まさか違った。しかも最悪じゃないか。このパターンやけんさ、ひよこちゃんが向こうから来てくれたんかなって思ったじゃないか。やった、探す手間省けたみたいな展開をちょっと思っとったのにさ、何お前出てくるん。皆さん初めて見る人にはのために紹介しときます。大野さんです、僕の護衛役の人。でもめちゃくちゃうざいです、しつこいです、迷惑です。
見た目イケメンだけど中身子供です。ガキです。説明終わり。ほら見てみ、この鼻歌キャラに合ってないんだよ。キャラに見た目に合ってないんだよ。ご機嫌な様子の大野さんが現れた。おお、涼介じゃないか、元気してる。そう、この状態で一番会ってはいけない人に会ったような気がする。ええー、まあ。え、何そんなちょっと呆れた感じの顔は。お前のせいだからな。この顔になったのはお前のせいだからな。なんかお前の顔見ただけでこんな顔になってしまうような、そういう条件の恥が身についてしまったんじゃないか。どうしてくれるんだ。いや別に。一応ひよくやクリスさんや大野さんって公にされていない組織の人間だよな。ブラブラしてるじゃん。普通にブラブラしてるじゃん。でもこの人にそんなこと言ってもまたどうでもいい会話が始まるに違いないから何も言わないことにした。そうやな。で、こんなことで、こんなところで何やってんの。ひよこを探してるんです。なんで。まあいろいろあって。ふーん、くそ、この展開わかるぞ。よし、俺も探すぜみたいな展開になりそうだな。やめろやめろ、やめてくれよ大野さん。大野さんは何やってたんですか。え、何ってお前、俺の仕事内容忘れたの。お前の護衛だよ。全然そんなことしてるようには見えなかったんですけど。そんなことねえって、ちゃんとお前の護衛してたし、誰もアニメの再放送とか見てないし、連ドラとか見てないし。お前さ、もう子供の夏休みレベルでほうけたんやな。もう呆れて何も言いたくなくなるよ。テレビ好きじゃないっすか。見てねえって言ってるだろ。まあどっちでもいいんですけどね。正直この前の球技大会のこともあって、クリスさんというかクリスさんたちの組織に対する恐怖心はほとんどなくなっていた。もう一緒にスポーツやってしまったけどな。なんというかもうフレンドリーな。対してこいつら本当にそういう悪の組織的な感じなんだろうかって、敵対してる組織なんだろうかってレベルで、もうなんかグダグダです。なんだろうこれ。でもそういうことなら俺に任せておきよ。すぐここにピオちゃんを召喚してやんよ。お、え、どうやって。すると大野さんは携帯を手に取り、どこかへ電話をかけ始めた。ああ、もしもしクリス、俺そうそう田中な。お前いつもさ電話に出るとき田中って名乗るよな。なんでお前田中さん、なんか意味あるん。それで今日はクリスちゃんには用事はないからピオちゃんと代わってくんない。え、なに、怒った、怒っちゃった。え、めんぐめんぐ、クリスちゃんとは今度ちゃんと遊んであげるからさ、許してちょ。わあ、ノリがザキヤマじゃないか。電話越しにクリスさんの叫ぶ声が聞かれてくる。俺もクリスさんの立場だったらこんな感じになりそうな気がする。毎回おじくられて、それでもその度律儀に怒り続けられるのも一種の才能のようにすら思い出します。そうやな。あ、ピョーちゃん、大野だけど、今俺がどこにいるか大体わかるでしょ。こっちの携帯の逆探とかできるはずだし。え、何、基地局しかわかんない。 GPS とか使えばどうにかなんじゃないの。え、時間かかる。いやいや、ピョーちゃんならきっとどうにかできるはず、信じてるよ、欲しい。ずーっとラジオ分野にここに来てくれよな。さもないと俺の携帯のピョーちゃんの恥ずかしい写真ホルダーが火を吹くぜ。あ、切れちゃった。さあ、まあいろいろ言いたいことあるんよな。いろいろ言いたいことある。特に突っ込みたいことはいろいろある。だがそれ以上に俺が言いたいんは、なんなんそのさ、なんなんそのひよちゃん恥ずかしいなんちゃらホルダーみたいな、何それ、めちゃくちゃ気になるんですけど。もうちょっと大野さんに突っ込むことやめて、そっちのこと話してほしいんやけど。恥ずかしいホルダー、ピオちゃんの恥ずかしいホルダー見てみたいっすね。見せてくれない。それじゃあ誰でも聞いたくなりますよ。まあでもこれで10分以内にここに来ると思うから安心しな。どんだけ恥ずかしい写真持ったんや。お前小学生やぞ相手。お前いつか逮捕されるんじゃないか。大丈夫なお前。はあ、じゃあ俺はテツクの部屋見ないといけ。重要な任務があるからこれに失礼する。
アデューこやつ黒柳徹子のファンだったかとは言うと大野さんはパッと消えてしまった。大層な任務だな、自宅警備員かよ。さてと、本当にひよこがここに来るかはわからないか、10分の間は待つことにする。もしひよこが来たら聞きたいこともいくつかあった。直射日光から逃げるように日陰に隠れて待っていると、10分と経たずにひよこがやってきた。マジか本当に来ちゃったよ。ひよこちゃん、お前完全にあいつに弱み握られてるな。大野の男です。大野は、いや、徹子の部屋を見るって言って帰っちゃったけど、あの鬼畜野郎は、この子がひよこちゃんであります。小学生です。ロウスケさん、は、はい。ひよこの恥ずかしい写真見てないですよね。見てないよ。っていうか、なんで大野さんはそんなの持ってるの。涼介さんには関係ないことです。ブンブン。大野め、こっと会った時は貴様の名人じゃ、覚えておくですよ。ここにはいない大野さんに向かってひよくは一人悪態をつく。これは本当にヤバい写真があるみたいだ。今度写真もらおうかな。ガハッ、そんな、俺は別にロリコンとかそういうわけじゃないんですけど。涼介がそういうの好きなんかもしれんし、そういうつもりで。女がひよこに何の用なのか聞いてます。ああ、いや、用があるのは僕の方。へえ、何です。あ、まさかこんなところで告白ですか。ちげえよ、なんで僕がそれを考えすぎ。マリンちゃんとコナミちゃんの関係見てさ、そっちの方にちょっと興味持ち始めたか、お前は。じゃあ何です、さっさと言ってください。ひよこ、これでも忙しいんですからね。あ、宿題あるのか。あー、ごめんな。じゃあちょっと早めに済ますもんな。宿題って変だろうに、読書感想文手伝ってあげようか。あ、そうなの、任務とか勉強です。あなたと違ってひよこはエリートな教育を受けているので、1分1秒無駄にできないのですよ。ひよこが、あー、信じてませんね。ひよこ、これでも高校、高等学校のカリキュラムもう終えてますから。え、超絶に飛び級したん？え？ひよこ、これ小学生よな。え？小学生のはずよな。だってマリンちゃん、コナミちゃん、中学1年生に対して敬語使い要請。そういう意味じゃやっぱ小学生よな、年下よな。小6としよう、小6、12歳としよう。13、14、15、16、17、18。6つも飛び級してる。6つ分飛び級してるやん、お前。どういうことだお前、英才教育の塊やないか。え、本当に。当然です。ひよこからしたら浅見姉妹です。なんだってひよこは将来立派な学者になるんですから。あ、そうか。そうや、ひよこのお父さんお母さんで科学者だったんか。あの、イーナさんのお父さんとお母さんと共通ちゃうな、 お父さんとお母さんどっちかが、あの、片方違うんだったけど、もう片方は科学者か。そういうことか。そうだったんだ。で、何の話になってるんですか。もうさっさと条件を言ってください。ああ、うん、僕は森崎とコナミの件をひよこに話そうと思ったが、嫌だって言われておしまいだろうな。そう思ったので本拠地まで連れて行くことにした。まあ、とりあえずついてきてよ、そこで話すから。誘拐犯みたいなセリフですね。当たらずとも遠からずだな。本拠地に到着する前に、僕はいろいろ聞きたいと思っていたことを聞いておくことにした。ひよこ、この前 RCH に所属していた時もあったって言ったよね。え、あ、はい、そうですけど。どういうことなの。イーナさんとクリスさんが兄弟で争ってる理由もよくわからないし。簡単ですよ、それぞれの親の方針したかったんです。イーナはイーナのお母さんについてきました。クリスはお父さんについてきました。ヒヨコはお父さんの新しい奥さんとの娘です。なのでクリスと一緒にいます。ああ、なるほど。父親が一緒なんやな。父親全員共通しとるわけなんや。ああ、うん、
それは一応聞いてるけど、そうなんだね。RCH に、あかん。ひよこちゃんの声、なんか、そうだ、短時間ならいけるけど、長時間やったらちょっと喉に来るね。いける。いきますから。僕は頑張りますから。RCH には数年前、半年の間だけいました。え、今から半年前。え？ひよこちゃん、小学生かと思ったけど、まさか小学生じゃないとかそういう話じゃないよな。なあ、ちょっと、数年前、半年の間だけいましたみたいなことを言うたら、なんか、小学生の頃からの半年前って結構前やぞ。もう物心ついてすぐぐらいの話じゃない。え？ひよこちゃん、本当に小学生な。ちょっと俺、疑問に思ってきたんやけど、え？小学生よな。わからんようになってきた。詳しいことを話しても、凌介さんじゃわからないと思いますから、割愛しますね。ああ、そう。佐藤小鳥はその時に知り合って、まあ、なんだかんだ同じような境遇だったので仲良くなりました。それからすぐに、ひよこは RCH と敵対することになったんですけど、そんな風になっても、小鳥はひよこを妹のように見ていました。ひよこも、どうかで小鳥のことをお姉ちゃんみたいに思っていたことがあります。ひよこたちは、僕に学校にも通ってなかったので、友達というのがいなくて。だから、敵対し合っていても、どうしても仲間意識は抱いていました。複雑な関係やな。そんな風に思っていた相手が、自分のことを忘れてしまった。それはきっと、辛く寂しいことに違いなかった。まあ、でも今回、小鳥がひよこのことを忘れてくれて、すっきりしました。小鳥がひよこのことを知ってる小鳥じゃないなら、ひよこは容赦なく小鳥の邪魔ができます。そういったひよこの顔にはまだ寂しさが残っている。まだなんか元に戻りたいって思っとんじゃないの。きっと本当は思い出してもらいたい、そう思ってるに違いない。小鳥の記憶が戻るといいね。は？話聞いていました？戻った方がいいよ、絶対絶対その方がいい。ひよこはしばらく黙り込んだ後、そうかもしれませんね、うつむき加減でそう声を漏らした。こっちが本音なんだろうなって思う。ということで本拠地到着。おー寮にあかんあかん、やばい、枯れてる。コラメちゃんの声も似たようなもんやけん、ちょっと枯れ始めたぞ俺の声が、この声が。おう、料理早かったの。よく簡単に見つけられたな。ひょうこちゃんだっけ、小鳥と親戚だって言う。親戚っていうか親戚みたいなものってイリナは言っていた。なんかよくわかんないわね。なんでひょうこはあんなところに連れてこられたんですか。確かになぜここに来る必要があったのか。僕は森崎のコナミの件をひよこに説明する。おや、その顔は何あいつの言いなりになってんですかって顔ですね。じっと話を聞いていたひよこだったが、こっちが説明を終えると、いやに決まってます、なんでひよこはそんなこと。当然のごとく否定した、拒否したか。ほら、ビオちゃんもそう言ってることだし、マリンちゃんのお誘いはなしということで。コナミちゃんはどっちかって言ったらマリンちゃんとは離れたいタイプだった。いやいや、そんなに簡単に諦めていいわけはなかろう。誰だ。あ、入り口から夏行きの声が聞こえてくる。夏行きだった。おかえり。突然の登場なのにお前は誰だみたいな、そういうのはなかった。夏行きの声だって分かってたからね。ただいま。てひゅうかピョピョ見つけたんならすぐ連絡しようよな。ああ、ごめん忘れてた。うん、まためんどくさい人が増えました。そうだよ、夏行きはめんどくさいぞ。早くうんって言っとった方がいいんじゃないか。参加しますって言っといた方がいいんじゃないのか。これ以上めんどことに巻き込まれる前にひよこ帰ります。ひよこが立ち上がろうとしたが、夏行き肩を押さえつけられる。まあ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 、お茶くらい飲んでいけってな。そんなこと言ってひよこが参加するって言うまで帰らせない気ですね。まあ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 、ほら、いづきなんでやってんの。お茶だよ。お客さんにお茶。
なんで夏雪に命令されないといけないのよ。じゃあ俺が入れるから、日付が代わりにピョピョ押さえといてよ。いいわよ、私が入れるから。あんたが入れたお茶なんて飲ませたら参加するどころか、きっと一言も喋れなくなっちゃうもん、その子。ひよこ、危機迫る。ちゅ、せっかく夏雪としてヘビ殺し茶を飲ませてやろうと思ったのに。ヘビに飲ませたことあるんかお前。なんだその、なんかマフィアとかが使ってそうな毒薬を。明らかに毒っぽい名前なんですけど、一体何を飲ませるつもりだったんです。まあ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 でごまかしてるな、続き。そんなことで数分後、伊豆木の入れたお茶がテーブルに並ぶ。よかった、伊豆木が結局入れてくれました。よっしゃ、今回のパートはここまでにしましょう。一応時間がちょうどよかった。さて、意外とマリンちゃんとコナミちゃんのあのデート会がまだ先みたいですね。ちょっと残念でした。今回のパートで見れるかと思ったんやけどな。その回なんかちょっと重要な回というか、コナミちゃんの成長に関わる話になってきようような気がします。文化祭、コナミちゃんとマリンちゃんとひよこちゃんとあと二人ぐらいで文化祭やって友達作ってほしいなと思っております、刹那圭介。さて今回のパートはこの辺で、ただキャスは今回は2枠連続放送ということで、もう1枠やります。この枠が終わっても新しい枠次作るんで、よろしくお願いします。では仕上げ、やっと学校終わった。じゃあ早く帰ってパソコンするぜ。今日は何しようかな。そうだ、先